こんばんは。奈良テレビ放送アナウンサーの川添優です。この番組では奈良県内の有名私立中学校の魅力をお届けしながら、私立中学受験の最新情報もご紹介してまいります。さて、8月も終わりに近づいてきました。そろそろ中学受験の準備を始めたいなと思っている方も多いのではないでしょうか。それでもなかなか志望校選びが難しそうだなと悩んでいる方必見です。この番組では奈良県内の有名私立中学校5校の先生と在校生の方にお話を伺いながら、志望校選びの参考になさってください。まず私立中学校の受験の傾向などを見ていきましょう。ここからは日能研関西森永直樹さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速ですが森永先生、はい、今年の私立中学校の受験の傾向について教えていただけますか。はい、ちょっとスライドを用意しているのでご覧ください、うん、はい、あのグラフの赤の部分がですね、今年の受験者数になっているんですが、こちらでは33名の増加ということになったんですけども、うん、実は小学生の数がすごく減ってます。あの昨年から今年にかけて2000名以上減っておりますので、その結果中学受験率が 10.17% ということで大きく跳ね上がった状態です。それともう一つスライドの方をご覧ください、もう一つのトピックとしてはですね、志願者数が1年で1000ぐらい増えてるんですね、うん、はい、1人当たりも 3.69 ということで、まあ、4回のあの受験に、いうことに近づいていっております。まあ、これが今年の、まあ、トピックということになりますね。なるほど、はい、まあ、少子化の中すごい数字だなというふうに思うんですけれども、はい、なぜここまで中学受験って人気なんでしょうか今。はい、もう一枚スライド用意してるんですけども、まあ、一番はですね、やっぱ変わる大学入試への対応ということと、まあ、子どもたちが社会に出る頃やっぱり AI が普通になっておりますから、うん、AI の使い手になっていかなきゃいけない。じゃあそのためにはどんな力をつけなきゃいけないかというようなことで、やはりあの将来につながる体験をこの中高6年間でどれだけのことができるかということに期待が集まってますので、そういったところで私学の中身に注目されているんだと思いますね。はい、人気高まる中学受験、皆さんもぜひこの番組を参考にしていただきたいなと思います。森永先生、ここまでありがとうございました。ありがとうございました。 CM の後は奈良県内の有名私立中学校をご紹介していきます。日能研ニュース速報、奈良県私立中学受験ナビ、はじめは手塚山中学校をご紹介します。それでは学校紹介の VTR をご覧ください。手塚山中学校は近鉄学園前駅を出るとすぐそこがキャンパス。駅を出たらすぐ正門という便利さで、安全面の不安も取り除きます。手塚山中学校の教育の目的は、社会の中にあって自立した人間を育てること、一人で生きていける力を持った人間を育てることです。手塚山中学校は自由でのびのびした活気にあふれた学校です。それぞれ個性的な校舎にはコンピューター、語学、学習系の最新設備が揃い、充実した機器を備えた実験室やコール教室などがあります。また室内温水プールや天文台など特徴的な施設もあり、学習環境が整備されています。知識のみに偏らず、総合的な人間力を高めるのが伝統の力の教育です。知の力、情の力、意志の力、苦感の力をバランスよく鍛え、高い知性と豊かな情操を備えた時代をリードするたくましい人間を育てます。将来の進路目標に応じて、男子英数コース、女子英数コース、女子特進コースを中学1年生から設置しています。中高6カ年の一貫教育と合わせて、一人一人の目標や能力に合わせたきめ細やかな教育を実現します。子どもから大人へと急速に成長するこの時期、
男子と女子では達成感の感じ方ややる気の引き出し方も異なります。授業ホームルームは男女別クラスで、課外活動や全校行事などは合同で行う独自の男女併学制度を採用しています。それぞれに応じた適切なアプローチ方法で一人一人の可能性を引き出します。スタジオには手塚山中学校の学校長小林健さんと中学3年生の加藤里奈さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず手塚山中学校の力の教育について教えてください。はい、本校の伝統の力の教育というのはですね、今ご覧いただきましたように4つの力というのを伸ばしていくんですけれども、ただ伝統に終わらずですね、目の前の知識を学ぶのみならずですね、卒業してから将来にわたって主体的に学び続ける力の育成というのを目指しております。そして手塚山中学校には3つのコースがあると伺いました。保護者の方からのこの期待というのも大きいと思いますけれども、各コースの進学実績なども教えてください。はい、まずこれも今ご覧いただいたところなんですが、本校の個性の一つに男女併学というものがございまして、男子女子ともにおるんですけれども、ホームルームクラスは6年間別々です。その中で男女のエースコース、女子の特進コースというのを備えております。進学実績としては全て国公立を目指すコースなんですけれども、男女のエースコースをはじめとして最難関である東大京大をはじめとして、近年の特徴としては国公立医学部医学科を目指す生徒たちが増えているというのが特徴です。さらに、時代のせいでしょうか、海外の大学へ直接行く生徒なんかも増えてまいりました。先ほど男女併学のことを申し上げたんですけれども、実は今の中学校1年生の諸君たちが高校1年生になるところから高校での男女共学というのを発表しておりまして、ただし中学の間は男女の併学というのはずっと維持する方向で考えております。なるほど、手塚山中学校は男女が分かれたクラスになっているということですけれども、加藤さんご自身はこういった学習環境どう思いますか？授業は男女別のクラスなんですが、部活動とか全校行事は男女合同の男女併学となっています。普段の授業は女子校のような感じで楽しく学校生活を送っています。メリハリがあって良さそうですよね。それでは後半の VTR も見ていきましょう。 ICT の発達、ボーダーレス化などさまざまな側面でグローバル化が加速する現代、手塚山では大学入試突破のための基礎的な学力、知識は言うまでもなく、さらにその知識を論理的に表現し、多様な価値観を持つ世界の人々としっかり対話と議論ができるグローバルリーダーの育成を目指し、中高の6年間を見据えた系統的なプログラムを用意しています。またグループでの共同探究型の学習プログラムを取り入れ、単なる語学力にとどまらず、コミュニケーション力、プレゼンテーション力を磨きます。6カ年の一貫教育を生かし、大学受験に向けた独自のプログラムが中1からスタート。進路目標に合わせた細やかな指導で、難関大学や医師薬系の受験対策も万全です。手塚山では全ての学校行事に学びの意図があります。芸術やスポーツなどの特色ある学校行事も数多く設定されており、多彩な行事に真剣に取り組むことでいくつもの感動を味わい、豊かな人間性が育まれます。全ての生徒が勉強だけでなくクラブ活動にも真剣に取り組むのが手塚山の伝統。中高生の人間形成においてクラブ活動は重要な役割を果たします。手塚山では多くの生徒が大学進学とクラブ活動を両立させ、それぞれに大きな成果を上げています。部活も勉強もしっかり、それが手塚山スタイルです。学園生活いろんな行事とかもあって、学校生活は充実した学校生活を過ごせてます。僕野球部に入ってるんですけど、すごく設備も整っていますし、
気持ちよくやらせていただいてて、合格実績とかも高くて、ここなら今いい大学に行けるだろうなっていう。グローバル社会で次世代のリーダーを目指すとありましたけれども、詳しく教えてください。はい、本校でグローバルキャリアという取り組みを考える際に、まずは本校の生徒たちに今後どうあってほしいのかというところからスタートしました。本校の生徒たちには志望される難関大学に進学するのみならずですね、グローバルな社会で男女を超え、そして国を超えて共同していく力を育んでいってほしいなと考えました。中心は英語の授業です。ネイティブの教員による英語の授業ももちろんあるんですけれども、中学校3年生の夏、春を中心として、また高校1年生、2年生と海外への研修に自ら主体的に参加することができるプログラムを準備しております。そして部活動との両立ということで、数も多いと思うんですけれども、加藤さんは普段何か部活動入ってますか？私は、英語部に所属しています。授業は男女別ですが、部活は男女混じって行うため、普段の授業とは少し違った雰囲気で楽しく活動に取り組んでいます。中学生の間は全員が部活動に所属するので、勉強と両立する習慣ができるところがいいなと思います。英語部、まさにグローバル社会にぴったりですよね。さあ、それでは最後に小林先生から入試説明会の案内をお願いします。はい、本校では2学期に3回、9月29日、10月27日、12月1日、ご覧の日程で入試説明会を開催します。本校の個性の一つとして駅近というのがございます。ぜひ本校に直接お越しいただいて体験していただければと思います。よろしくお願いいたします。ぜひ皆さんもお問い合わせください。ここまで小林先生、そして加藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この後は奈良学園中学校をご紹介します。日東圏ニュース速報、奈良県私立中学受験ナビ、奈良学園中学校を紹介します。まずは学校紹介の VTR をご覧ください。奈良学園は1979年、時代の社会を担い世界に有比し、国際社会に貢献できる優位な人材の養成を建学の精神として、大和平野を一望する八田丘陵の地に開校いたしました。広大な敷地に里山を持つ奈良学園は、自然の多様性を肌で感じながら学べる環境にあります。その環境を生かして、すべての生徒が環境学習をはじめとする自然科学を中心とした課題研究に取り組んでいます。中学生全員が仕上げる課題研究ジュニア卒業論文は、中高一貫校ならではの特徴であり強みです。恵まれた教育環境の中で物事を深く考える習慣を身につけ、学力、自主性、協調性、体力をバランスよく育成し、力強く未来を創造していくための豊かな人間力を養います。里山に生息する植物に触れながら植生を学び、全員がホダギに椎茸の菌を植え、観察・収穫などを通して生命の循環を体感します。棚田を活用した稲作体験、絶滅の危機に瀕している動植物の保全活動と研究、里山における地下水脈の探査など、奈良学園の敷地は広大な学びのフィールドです。さらに2つの体育館や人工芝のサッカー場、テニスコート、こうした恵まれた自然環境と施設設備が、学習や部活動など様々な教育活動への意欲をかきたてます。奈良学園には医学部を目指す医進コース、難関大学を目指す特進コースがあります。基礎学力の定着や段階を追った学びのステップを重視するとともに、東大・京大研修会、医師による特別講義、勉強合宿、海外語学研修、SSH ベトナム研修など、進路実現に向けた多くの刺激を準備しています。
スタジオには奈良学園中学校の英語教諭竹林奈穂子さんと中学3年生の木村みのりさんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。奈良学園中学校の教育環境の中に森の教室というのがありましたけれども、先生具体的に教えていただけますか。はい、奈良学園中学校では高知内の裏山を整備した里山に森の教室を設け、環境教育に活用しています。授業や課外活動で環境保全活動に取り組み、人と自然とが共存できる持続可能な仕組みについても学びます。そして奈良学園はスーパーサイエンスハイスクールに指定されていると伺いました。奈良学園では科学に強い子どもたちの育成に取り組んでいます。中でも豊かな自然環境を生かした環境保全教育は本校 SSH の特色となっています。教室や里山での学びの一体化により自然科学への興味関心が深まります。また環境活動フォーラムなどを実施し、全国の環境活動を行っている中高生との交流も盛んに行っています。木村さんは現在中学3年生ということですが、学校生活いかがですか。はい、私は奈良学園の自然に囲まれた環境でのびのびと過ごすことができています。授業で里山に入ることもあり、教室だけでは得られない貴重な経験も得ています。本当にいいですよね。それでは後半の VTR を見ていただきましょう。感受性豊かな時代に見たこと、体験したことはその後の人生の糧となります。奈良学園では教科学習だけではなく、生徒主体の学校行事などの特別活動や部活動も大切にしています。他者と共同することによって協調性が磨かれ、互いの違いを認め合い、他者を尊重する心も養われます。また部活動を通して友情を育み、心も体も鍛え上げられます。難関国公立大学や国公立大学医学部合格に向けた日々の学習を通して、深く考える習慣を促し、自学自習の力を養います。生徒主体の多彩な学校行事を通して、創造性豊かな個性を伸ばし、自ら考え判断して発信行動する力を養います。集団生活や共同活動を通して他者と協力し連携することの大切さを考え、人間関係力や自立の精神、互いの違いを認め合い、他者を尊重する心を養います。豊かな自然環境の中で体育的行事や部活動を積極的に推進し、心身ともにたくましく生き抜く力を養います。特進・維新コースでは6年一貫教育の利点を生かし、ゆとりを持って生徒一人一人の個性や資質を伸ばします。中1・中2では各コース混合のクラス分けで、多彩な人間関係を築く環境の中で、集団におけるマナーやルールなど基本的生活習慣の確立を図ります。さらに学習習慣や基礎学力の確実な定着を図るとともに、学習意欲や探究心を芽生えさせる授業や取り組みを展開します。中3よりコース別のクラス編成を行い、目標とする進路に対応したカリキュラムときめ細やかな指導で学力を確実に伸ばし、目標の実現を目指します。奈良学園はこの部活動の数多いなというふうに思ったんですけれども、特に中学生の入部率は高いんでしょうか。はい、奈良学園では中学生のクラブ入部率は約 90% となっています。クラブ活動を通して学べる力は将来生きていく上でも非常に大切なものであると考えています。ですからできればクラブ活動と勉強の両立を頑張ってほしいなと思っています。そのためには担任教師とクラブ顧問が生徒一人一人の状況を把握し、情報を共有することが大切であると考えています。木村さんも部活動入っていますか。はい、ダンス&ボーカル部に入っています。かっこいい響きだなと思いますけれども部活動と勉強の両立はどうでしょう。奈良学園は中学生は午後6時までに帰らなければいけないという決まりがあるので、
限られた時間の中で集中して取り組むことができています。また朝早くから自習室や図書室が空いているので、私は早くに学校に行って勉強するようにすることで部活動と勉強の両立をしています。すごい頼もしい答えが返ってきましたけれども、竹林先生は現在中学1年生の英語を担当されているとお伺いしましたが、この6年一貫教育での中学1年生の英語教育において、意識されていることっていうのはどんなことでしょうか。はい、6年一貫教育は継続した学習環境が提供できることが利点に挙げられます。英語教育の面から言っても6年一貫の生徒たちにとって非常に有益な環境であると考えています。まずは中学1年生では単語の基礎を築き、どれだけたくさんの単語を覚えているかを競う単語王やレシテーションコンテスト、スピーチコンテストを導入しています。これらは英語力だけでなく自己表現やプレゼンテーションスキルも向上させることができます。また生徒の自信を育む大切な機会でもあり、6年間を通して積み重ねた成功体験は大学受験や将来の成功においても役に立つものであると考えています。それでは最後に竹林先生、入試説明会の案内をお願いします。はい、入試説明会をご覧の日程で実施予定です。中学入試は10月5日土曜日と11月2日土曜日のいずれも14時から、高校入試は11月2日土曜日の10時からです。詳細につきましては学校ホームページより検索お願いいたします。ぜひ皆さんも検索してみてください。ここまで竹林先生、そして木村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この後は奈良学園富ヶ丘中学校をご紹介します。日能研ニュース速報。奈良県私立中学受験ナビ、奈良学園富ヶ丘中学校をご紹介します。それではまず学校紹介の VTR をご覧ください。奈良学園富ヶ丘では大学受験に必要な総合的学力を身につける学び力、学問の面白さを追求する探究力、世界とつながる行動力を発揮する国際力の3つの力を育てることを目標としています。そしてその根底にあるのが自立した社会人として生きる力である人間力です。自分を律する力、共感する力、世の中に貢献しようとする力などを鍛え、全ての学びの基礎である人間力を育てます。奈良学園富ヶ丘中学校では習熟度や特性を踏まえ、効果的に学力を育成する2つのコースを設定。6年間を通して最難関大学を突破できる力を身につけ、希望の進路実現をサポートします。1人1台のパソコンを持ち、さまざまな活動を行うワントゥーワンシステムを2023年度より全学年に導入しました。各教科で積極的に使用し、課題提出や日々の学習状況も確認しています。英語では生徒が吹き込んだ英語を AI が自動採点してくれる学習アプリを導入しています。スピーキングだけでなくリスニング対策や英検の面接対策も可能です。2022年度高校入学生から全国で新たに探究学習が導入されました。本校ではこの探究学習を中学1年生から取り入れています。正解のない課題に人ごとではなく自分のこととして取り組む体験を通して、思考力、課題解決力、コミュニケーション力、プレゼンテーション力といった社会で役立つさまざまな力を育てます。 4,5 人のグループで取り組むことで個々の視野を広げるだけでなく、互いの良さを認め合うことにもつながり、生徒たちが協働することの重要性に自然と気づいていきます。また充実した設備を生かし、積極的に理科実験を行っています。理科室は5つあり、光学顕微鏡は1人1台用意されています。スタジオには奈良学園富ヶ丘中学校の佐野俊恵先生と、
高校2年生の大須賀咲さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。七学園富ヶ丘中学校ではこの探究学習を推進されているんでしょうか。はい、探究学習プロジェクトでは正解のない課題に自分のこととして取り組む体験を通して社会で役立つ様々な力を育てます。グループで話し合い意見をまとめ様々な工夫をして発表します。毎回生徒たちの独創的な視点やアイデアに感心させられます。そして VTR の中ではパソコンやモニターを多く活用されている印象でした。はい、奈良学院富ヶ丘では入学時に1人1台のノートパソコンを持たせています。 VTR にありましたような授業での効果的な活用はもちろんですが、さまざまな課題配信やクラスの連絡などにも積極的に活用しています。生徒たちは自分のペースで学習を進められるので学習の効率が格段に向上しました。そして大須賀さんは現在高校2年生、奈良学園富ヶ丘に入学してよかったなと思うのはどんなところですか。私は奈良学園富ヶ丘に入学してから高校2年生になるまで本当に充実した日々を送ってきました。先ほど話にあった探究学習では一つの物事に対してさまざまな角度から深く考えたりレポートにまとめてプレゼンをするということにためらいがなくなりました。また進路についても中学段階からたくさん考える機会があり先生方のサポートも手厚く自分の目標に向かって着実に進んでいます。素敵ですね。それでは後半の VTR も見てみましょう。学習サポートとして中1、中2では朝テストを実施し日々の学習内容に取りこぼしがないかをチェックします。合格点に達しなかった場合は原則その日の放課後に補習・再テストを行いその日のうちにつまずきの解消を図ります。また学校と連携した業者による個別指導サービスが受けられる小試館も開講しています。ここでは専門スタッフによる一人一人の学習状況に合わせた学習計画、学習アドバイスのほか、講師によるマンツーマンの個別指導を受けることも可能です。GCP はグローバル化がますます進む現代社会において、世界の人々と渡り合っていくためのマインドセットやスキル、知識を身につけ、グローバル人材として必要な能力を習得するためのプログラムです。全国的導入事例はまだ少なく先駆者的な存在としてこのプログラムをスタートさせました。単に英語の授業にとどまらず世界で活躍するためのマインドセットを英語で育成する授業で個別の端末と専用アプリを駆使してグローバルな舞台で活躍できる姿勢と思考回路を学習し身につけます。国際交流も行っています。高校2年生ではおよそ2週間のオーストラリア語学研修を実施しています。全員参加でおよそ10日間のホームステイを経験します。また高校1年生の3学期には希望者を対象にオーストラリアの教育連携校へのおよそ10週間のターム留学も実施しています。今年からは中学3年生、高校1年生の希望者を対象にシンガポールでのグローバルリーダー育成プログラムを実施する予定です。奈良学園富ヶ丘には多くのクラブがあります。近畿大会、全国大会に進出したクラブも多数あります。奈良学園富ヶ丘では大いにクラブ活動を推奨しています。各クラブは充実の設備と熱心な教員の指導のもと活気にあふれた活動を行っています。勉強とクラブ活動を両立して充実した学校生活を送ってほしいと思っています。先生、VTR にありました自習室と小試館について詳しく教えてください。はい、放課後に質問対応付き自習室を開いています。日曜日を除いて毎日放課後に自習室を利用可能でチューターに質問することもできます。さらに個別指導的に勉強を見てもらうことも可能です。これを小試館と呼んでいます。専門スタッフによる学習計画やアドバイス、講師によるマンツーマンの指導を受けることも可能です。家に帰ってから塾に行く必要はないですし各学年担任とも連携をしておりますのでメリットは大変大きいかと思います。
本当にそうですよね。校内で完結できますと移動時間の短縮にもつながって部活動とも両立しやすいんじゃないかなと思うんですけれども、大須賀さんは何か部活動されていますか？私は競技カルタ部と文芸部を兼部しています。中学生も高校生も一緒に活動するので縦のつながりが強く、経験豊富な先輩からのアドバイスもたくさんいただけます。個性的な部活動があるんですね。そんな奈良学園富ヶ丘の生活で一番心に残っているのはどんなことでしょう？今年の6月に参加したオーストラリア語学研修が一番心に残っています。ホームステイを含め約2週間滞在しました。オーストラリアでは日本にできないような、一生に一度と言っても過言ではないような体験をたくさんしました。私はオーストラリアでは友達がたくさんでき、今でも毎日のように連絡を取っています。本当に貴重な、ね、経験ができたんですね。それでは最後に佐野先生、入試説明会の案内をお願いします。はい、入試説明会をご覧の日程で実施いたします。9月から11月に毎月入試説明会、学校見学会を実施いたします。また11月16日には6年生対象のプレテストを実施いたします。入試本番と同じ環境で本番に即したテストを受けることができます。その翌週には返却解説会も実施いたします。ぜひ奈良学園富ヶ丘にお越しください。ぜひ皆さんも一度お問い合わせください。佐野先生、大須賀さん、ここまでありがとうございました。ありがとうございました。この後は育英西中学校です。日農研ニュース速報、奈良県私立中学受験ナビ、育英西中学校をご紹介します。それでは学校紹介の VTR をご覧ください。1983年創立の育英西は、自然に恵まれた奈良市西部の丘陵地にある女子の中高一貫校です。中学校では国際バカロレア MIP を、高等学校では本校独自の探究学習を行うことで、一方的な知識の伝達ではなく、身につけた知識やスキルをもとに協働して考え、伝え、行動させる教育を行っています。これらの教育を通して卒業後、グローバル社会で活躍できる自立した女性、そして他者への敬愛の情にあふれた女性の育成を目指しています。敬、愛、真の心を教育の根幹として人格の完成を目指し、国際的教養と品位、ゆとりを持った人間性豊かな女性の育成を期待する。学校教育の全般にわたって教育効果の向上を期するため、4つの努力目標を掲げて教育活動を推進します。育英西中学校は国際的な教育プログラム、国際バカロレアの中等教育プログラム MIP の認定校で、女子校での MIP 認定は日本で初めてになります。国際バカロレアとは、多様な文化の理解と尊重の精神を通じて、より良い、より平和な世界を築くことに貢献する探究心、知識、思いやりに富んだ若者の育成を目的としています。創立以来、社会に貢献できる女性の育成を掲げてきた本校理念とも合致する国際バカロレアの導入に伴い、他者と高め合いながら新たな世界を切り開くことのできる人材の育成にさらに力を入れています。どんな時代にも自分らしく輝いて生きる女性は、自ら未来を切り開くスキルを備えています。育英西では、仲間と高め合う探究教育、世界に広げるグローバル教育、自分らしく輝く女子教育を高い次元で融合、実践し、自立した女性を育成します。スタジオには育英西中学校の社会科教諭山本真凛さんと、中学3年生の中川恵那さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
幾重に氏は国際バカロレア MYP 認定校ということですが、こちらについて詳しく教えてください。国際バカロレアは世界中 のどこにいても同じ水準のプログラムを受けることができるように、確かな評価軸、いわゆるルーブリックが定められています。でその中でも MYP に関しましては、その国の母国語で教育を行うことが認められていますので、本校では日本語、それから日本の教科書を用いて教育活動を行っています。でまたですね、学習内容と社会のつながりをより身近に実感するために、学外に出て活動を行うというのも特徴の一つになります。生徒たちは国際的なカリキュラムを通じまして、多様な文化や価値観を学ぶ機会を得ることができますし、彼女たちが将来グローバルな社会の中でリーダーシップを取る基盤になるというふうに考えています。幾重に氏はそんなグローバル教育にも力を入れていらっしゃるんですよね。そうなんです。幾重に氏では、定期的に留学生や、編入生を受け入れておりまして、日常的に英語でコミュニケーションを取る機会を設けています。そんなこともありまして、海外の大学との連携なんかも行っております。中川さんはそんなグローバル教育についてどのように感じていますか？オンライン英会話レッスンを受けたり、ネイティブの先生とコミュニケーションが取れる授業があったり、充実した環境で英語と触れ合うことができています。環境が整っているというのはいいですよね。それでは後半の VTR を見ていきましょう。全学年で実施している本校独自の設定科目シナジータイムは、社会課題の解決策を考え、仲間や地域と共同して計画を実践することで、主体的に物事に取り組む力を身につけます。また様々な教科での学びに応用されるよう、学びの方法を学ぶ時間でもあります。国際化が進む将来を見据えて、コミュニケーションツールとして活かせる英語力を身につけるため、本校独自の設定科目としてスピーキング力を重視したイングリッシュプラスという授業があります。ネイティブの教員2名と会話、議論、ディベートなどをすべて英語で実施しています。国際交流も盛んで、さまざまな国からの留学生も通っていて、英語でコミュニケーションを取りながら共に学校生活を送っています。希望者には在学中に海外に留学し、幅広く国際的な視野を養う機会も設けています。輝く女性の講演会では、社会で活躍する女性を講師に招き、経験や考え方に触れ、品格や知性を磨くとともに自分の中の魅力を発見します。シスタープログラムでは、放課後の時間を使い、高校生と中学生がペアとなり、宿題や授業でわからないところを教えるなど、中高一貫校の特色を生かした学習サポートにも取り組んでいます。実行委員会では生徒が主体となり、入試関連行事実行委員会やボランティア実行委員会などのメンバーが各種行事やイベントの企画運営に携わっています。中学3年生では、国際バカロレア MYP の学びの集大成として、実社会の課題を見つけ、解決に向けて自ら企画・実行するプログラム、コミュニティプロジェクトに取り組みます。地元企業や公的機関、NPO、NGO など多くの方々の協力を得て進めていきます。学内で身につけてきた様々なスキルを実社会で実践する貴重な機会となっています。本当に中高一貫の強み、そして女子校ならではの取り組みが集まっていましたけれども、シスタープログラムという制度、中川さんは利用したことありますか？はい、実際の制度を利用して、高校生の先輩に理科のレポートのわからない点を教えていただきました。また勉強だけでなく、学校生活のことについても和気あいあいと会話しながら教えていただけるので、とても良い機会になっています。女性同士なので相談しやすい部分もありそうですよね。そして輝く女性の講演会では、社会で活躍する女性を招いての講演を行っていらっしゃるんですね。先生、この講演会は生徒たちに新しい視点を提供する貴重な機会となっています。
講演に来てくださる方も本当に生徒たちに年齢の近い20代の方から60代70代の方まで、職業も経歴もさまざまな方がお越しくださっているんですけれども、本当にお仕事のことだけではなくてですね、ご自身の人生経験も多く語ってくださいますので、成功したお話だけではなく失敗談もより身近に生徒たちに次の進路を考えていけるような、一人の女性として生きていく上で大事なことは一体何かっていうのを考える上でもいいお話をたくさん聞かせていただいております。中川さん、講演会どうですか？講演者からの実践的なアドバイスやキャリアパスの紹介は自分の進路を考える上で非常に参考になります。そして続いてはですね、VTR にありましたコミュニティプロジェクトについても教えてください。コミュニティプロジェクトは生徒たちが地域社会とのつながりを深めまして、自分たちが得た知識、それから起こした行動が社会の中でどんなふうに影響を及ぼしていくかっていうのを肌で感じることができるようなプロジェクトになっております。近隣の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、それから病院などの公的機関、NGO、NPO 法人さん、果ては奈良県なのでお寺さんに至るまで、さまざまな方々の協力を得ながらいろんなプロジェクトを実施しておりまして、こちらも本当に生徒たちが社会で生きていく上でどんなふうにこれから、生きていけばいいのか、社会で何が求められているのかっていうのを、考える、一つの機会になっていると思います。本当に特色あふれた取り組みですね。それでは最後に山本先生、入試説明会の案内をお願いします。入試関連行事をご覧の日程で実施予定です。詳細につきましては本校ホームページより検索をお願いいたします。ぜひ皆さんも一度検索してみてください。ここまで山本先生、そして中川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この後は西大和学園中学校をご紹介します。日能研ニュース速報。奈良県私立中学受験ナビ、西大和学園中学校をご紹介します。まずは学校紹介の VTR をご覧ください。緑と史跡に恵まれた素晴らしい環境のもと、時代を担う高い理想と豊かな人間性を持った生徒の育成を目標に、昭和61年に開校した西大和学園高等学校。その2年後、6カ年一貫教育による教育効果の向上を目指し、西大和学園中学校は開校しました。探究、誠実、気迫の校訓のもと、多岐にわたる教育を実践し、卓越性と国際性を兼ね備えた学びを獲得できる環境を確立。保護者の信頼のもと、生徒たちはさまざまな体験を重ね、学ぶ喜びを知り、情熱ある教師との人間的な触れ合いを通して、国際性、論理性、科学的洞察力、利他の精神といったリーダーとして不可欠な資質を育みます。本物の体験の中で磨かれる知、真理を追求する探究心を重視します。生徒は学びの面白さや豊かさを感じながら、生きるための力、科学的洞察力と論理性を身につけていきます。対極的な歴史観、確固たる倫理観を持ち合わせ、社会奉仕精神に支えられた世界を舞台に活躍できる人材となるために、世界水準の人格形成を目指します。何事にもくじけず信念を持ってやり遂げる気概、気迫を育てます。大自然と多くの人間の関わりの中で豊かな人間性を育んでいきます。他者の存在によって人は生かされていることを知り、他者の幸福を願い行動することができる利他の精神を持つリーダーを育てます。スタジオには西大和学園中学校の学園長岡田清弘さんと、
中学2年生の古賀圭一郎さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず東京大学の合格者数ランキングの資料をちょっと拝見したんですけれども、2021年に76名、そして2022年が79名、今年はですねついに全国で5番目の進学者数となっているんですね。これ本当にすごい数字ですね。頑張ったのは生徒たちですから、学校がどうとかっていうつもりはないです。またよく詰め込み型の予備校のような教育をやってる、そんなふうに言われることがありますが、それも違います。生徒たちは西大和学園のそういう授業や課外活動、学校行事の中でいろんな体験経験を重ねて、そして努力し、そういう姿を見た保護者の皆さんが学校に信頼を寄せていただいて、ああいう学校に会話してもらってますよっていうような褒めていただく、そのことによって我々教職員が触発されて情熱を傾けていく、よく言う三位一体という、それがここまでうまくいった、そんな結果だというふうに思っています。本当に先生たちの思いがあふれていますよね。さらにスーパーサイエンスハイスクールなど、生徒の興味関心好奇心をくすぐる活動たくさんありますね。生徒たちがどんな未来を見ていて、どんな世の中で生きていくのかという将来のことを考えたときにね、すごく見えにくい時代になっていると思います。そんな時に大切なのはやっぱりいろんな経験をしておくこと、そしていろんな人に出会い、少し苦手なことでもチャレンジしていくという、そういう気持ちが大切だと思います。学校教育の中でそういった力をどこまで身につけることができるのかということを考えた時には、いろんな仕掛けを作って子どもたちがワクワクしながら6年間を過ごしてもらうこと、そんなふうに願っています。古賀さんはそんな環境の西大和学園をどう思っていますか？まあ、そんな課外活動とかたくさんあるのもとても魅力的だと思うんですけど、その中でも普段の日常生活とか授業っていうのがとても魅力的に感じていて、授業ではその先生方が自分の考えを具体的に言語化して発言させたり、その教科だけじゃなくていろんな教科にも適応できるようなことを教えていただけたり、友達では誰も解けないような数式を一人でバーって解いてニコニコしてる、そういう個性がめっちゃ強い子とかが多いから、そういった個性の強い人がいっぱいいて、環境的にはとても面白いと思います。本当にすごい学校ですよね。それでは後半の VTR も見ていきましょう。中学1年生にウミガメの産卵観察会や化石採集、星空の観察などの自然体験を、中学2年生には科学と社会の関連性を理解するため実在企業のインターンとして実社会に関わるキャリア教育を展開、そして中学3年生ではこれまで体験してきた科学と社会とのつながりから考え、一つのテーマを深く掘り下げていく卒業研究に取り組みます。高校に進学するとスーパーサイエンスハイスクール、アントレプレナーシップ教育、アクションイノベーションプログラムなどの本格的な活動に取り組みます。21世紀のグローバル時代を生き抜くための英会話授業、端末を用いたオンラインでの1対1の英会話、さまざまなジャンルの要所や音声に触れることができるオンライン多読多聴、大量のリサーチをもとに政策提言を行う模擬国連など、6年間絶えず英語を刺激する機会を設けています。京セラドームでの聖画祭や9月の初旬に行われる聖英祭をはじめとして、第一次産業を体験する機会、スキースクール、富士登山などの伝統的学校行事はみずみずしく学校生活を彩ります。その中でもアメリカへのグローバル研修プログラムはホームステイが主なかけがえのない体験です。
また生徒たちの希望、実情に合わせた留学プログラムがあります。中学3年生の1月から3月にかけての短期留学プログラム、中高6カ年一貫教育と高等部3年教育のメリットを生かした1年留学6年卒業を可能にした長期留学プログラムがあります。コーヒーにミルクを落とした時によくできるミルククラウンっていう現象の研究を行っています。私たちはプラナリアを用いて活性酸素の必要性についての研究をしています。こちらのエビを青色の環境下の水槽で飼育するとこのように青色に変色してしまうんです。この変色が周りの環境に合わせて変色させているっていう仮説を立てました。で、僕たちはこの研究で、企業から研究支援金を受け取って研究していたり、今後 SSH の全国大会に出場することになっています。VTR の中には体育祭や文化祭のお写真もありまして、学校行事もとても充実しているんだな、盛り上がっているんだなと感じました。体育祭とか文化祭という非常にこう歴史のある学校行事というのはね、生徒たち その願いとか希望とか夢、そしてそこにはしっかりとした学びがあります。一人ではできない、そんなことも力を合わせるとものすごいものを生むことがあります。いつもびっくりさせられています。古賀さんは文化祭や体育祭どのように取り組みました？西大和の文化祭や体育祭って本当に一から全部生徒が主体になって作り上げていくものだから、当然その一番上の地位に立つのって先生じゃなくて高校2年生とか3年生とかになるわけだから、将来自分がそのリーダーっていうポジションに就いた時に中学1年生から高校3年生まで全員がそれぞれの個性を最大限引き出せるようにしたら、それにはどうしたらいいのかっていうのを考えながら取り組んでいます。そういったところでもこのリーダー性というのは育まれているんですね。それでは最後に岡田学園長から入試説明会の案内などお願いします。もう1にも2にも自分に合う学校、それを選びましょう。そしてそれが西大和学園であれば我々は幸せです。日程などはホームページを見ていただいたらいいかと思います。岡田学園長、そして古賀さん、ここまでどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この後は志望校合格に向けてどのように勉強をすればいいのか、入試のプロに伺います。さてここからは日能研関西学園前校室長補佐サリ英二さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。サリ先生、中学入試シーズンまでおよそ半年となりました。入試に向けてこれからどのように取り組んでいったらよろしいでしょうか？はい、6年生さんは、夏期講習を終えまして、いよいよ仕上げの時期に、入ってまいります。中学入試はほとんどの場合、当日の点数のみで、合格不合格が決まってしまうんですけれども、9月以降は各科目 のお勉強を仕上げていくと同時に、入試においてこう点数をしっかり取るというような練習を、重ねていきます。実際に入試問題、過去の入試問題、過去問っていうやつですね、を進めて練習していくんですが、最初のうちはなかなかゆっくりやったらできるんだけれども、なかなかこう正解できないであったりとか、時間内にたくさん解くことができないとか、そういったこう最初はこうトラブルが起きがちですけれども、練習していくうちに必ず得点力が上がりますので、最後まで諦めずしっかり頑張ってほしいと思います。また来年以降に中学受験を検討している4年生、5年生、そして保護者の方はこれからどのような準備が必要になってくるでしょうか？はい、中学受験に必要な内容っていうのは公立小学校で習うものだけだとやはり足りません。ですので私ども日能研のような進学塾で計画的に体系的に学んでいくっていうことが必要になります。最初のうちは時間のやりくりなんかも大変かなっていうふうには思うんですけれども、すぐに慣れてくれると思いますので頑張ってほしいと思います。また長い
り中学受験の勉強の中では小学生のことですから、モチベーションがですね非常に大事になってきます。今日のナビの、で紹介があったような、中学校魅力的な学校が奈良には多いですから、ご家庭におかれましては学校見学や、学校の研究をですねぜひ進めてモチベーションも高めていってほしいなと思います。そんな日能研さんでは9月から入塾も募集されているんでしょうか。はい、9月はスタートしやすい、節目の月でもあると思います。日能研の方でも、9月の、1日、7日、8日の、土曜日、日曜日、10時から11時半という時間で入試テストを行っておりますので、でまたその結果に基づいていろいろこう学習相談であったりとか受験の相談もできるかと思いますので、ぜひご参加ください。お申し込みの方はウェブもしくは日能研の教室までよろしくお願いいたします。ぜひ皆さんもねやる気スイッチを入れてモチベーションを高めていきましょう。サリ先生、ここまで解説ありがとうございました。ありがとうございました。さて、この番組では奈良県内の有名私立中学校5校をご紹介しました。この番組を参考にして志望校選びや受験の対策を練っていただけたらと思います。そして受験生の皆さんはぜひ頑張ってください。それではさようなら。